今日はダイワの新製品のヘラエサ本を使いたいと思います。まずはベース、今日は13尺の提灯釣りから悩りますんで、ベースの2使います。ブレンド1と2、もう各いっぱい。深棚に強い底釣り団子を少量混ぜます。水をカップ一杯足して、これで餌持ちのいい、深い棚に強い餌になります。浅い棚の場合はベースを1にしていただいてもいいと思います。ある程度なじませたところで、ちょっと水を吸わせるために何分間か置いてください。こんな仕上がりです。